キュッとしちゃうからな。そう、エルフだからさ、女の子が。女の子のエルフだから。いやー、でもねー、やっぱその、下に下に広がっていくその、感じが欲しいんだよな、結局。靴はね、プクリポのいい靴を使ってます。魔物使いするとどこだ、魔物使い。肌が見えちゃうんです。このね、足が細、何がダメって足が細いのが目立っちゃうんだよね。足が細いのはいいんだけど、最悪そこに模様が欲しい。模様が欲しい。から、統一感ではなく違和感がある方がいい。なるほど。おはようの方もね、おはよう。今ね、最強のね、早そうだけど、やっぱ一番怖いのって、すっごい遅いのに攻撃力9999とかの方が怖いじゃん。その、ラスボス感的なね。裏ボス感的な。なんか、手当たり次第やってみよっか。うわ、怖いみたいな感じになれそうな。あ、みんなバイバイ。足ひれ、本当に行ったね。でも下に何がいるかわかんない感はちょっとあるけど、どうなんですかね。そうそう、下にね、重みが欲しいんですよ、結局。なんか違うよね。なんかバーって、なんかバーってしてきたらどうしようみたいな怖さ、ちょっとなんか違う怖さね。でも手とね、靴はね、でっかく主張してる方が。あ、これいい。これいいっすね。ちなみに下に顎ひげつけてっか。いいね。もう下に重みが欲しいんだ。そう、ひげつけて。これだとね、いるんだよね、敵で、普通に。逆にガチャガチャな方が、下に重みがありつつ、さらに言うてガチャガチャな方が。あ、みんなバイバイ。今日もありがとうございました。惜しいなぁ。その鈍い色の感じ。好きだけどなぁ。これ結構統一感あるんだよな、言うて。鱗の鎧。なるほど。どうしよう、これ朝までかかったら。可愛いけど。肌はね、見せちゃダメなの。
肌を見せると早そう。すっごい早そう。ユーザーっぽいよね、やばい。それはね、方向性が。この色すごい素敵なんだけど。おお、な可能性感じるぞ。クラウンも紫はな。まだなんか紳士な感じすんなぁ。いや、この格好で僧侶は、いや、鎌持つからね。鎌持つから、斧を使える。職業。職業になっちゃうんですね。多分ね。いや、ファニーファニー。ベリーファニー。布の色変えてみる？布の色変えてみる？なんかぴったり合っちゃうとダメなんだよな。なるべくちぐはぐな感じが欲しい。この格好でポルカ超面白そう。うわー、何色が一番怖いかな、しましま。え、ここは何色がいいと思う？下はね、もう黄色、あ、白と何かになっちゃうから。あ、赤かかぼちゃの色かみたいな感じかな。でもね、結構ごちゃってしてる方がね、怖いと思う。ね、これ結構私、個人的にはこの辺の色が怖いですね。うん、ちょ、色に統一感がね、ない。靴を赤にしちゃってるから、それか靴を赤やめる？黄色とかにしちゃう？うん、夢に出そうだな。おやすみ、おやすみ。靴赤がいい気がする。どうしようかな。ここの色が。靴裏緑の方がやばい感じがする。本当？
これかな。なんかさ、まださ、そう、統一感がね、あるよね。あ、怖い。何が足りないんだ。ランダムの狂気には勝てない。悔しい。あ、怖い怖い。いいよ。やっぱぐちゃぐちゃにした方がいいんだね。色の感じがね。そう、紫、上のベストの色が変えられないんですよ。武器の色も変え、まあ反則だけど、赤くしちゃうとかね。あ、でも結構いいんじゃないですか？もっと赤明るくならないかな。最悪ピンクとかでも、あ、あんま明るくならないのか、もともとの色が。上のしましまはもっとポップな感じ。しましまは統一感があった方がいいのかな。あと5分か。うそー、悔しい。もうちょっと。もうちょっとだけ。カンマ色変えられないかな。まずそれ試してからにしようか。ここは変わる。あ、そこか。じゃあ、これはね、別にやんないから、このドレアはね。でも、ここで、作るんですよ、その強さみたいなもの。歯は変えられないね。じゃあ、逆にポップな方が怖いかな。やんないよ。何言ってんだ。私のエリコちゃんにこんな恐ろしい格好させられるわけないでしょうが。何を言っとるんだね。おう、そのドリア作っとくわ。最強かよ。そのドリア今気がついたけど、ノノ様がした初期のドリアじゃない。嘘。ノノ様がしたドリアは多分下がね、違うと思う。黄色じゃないな。嘘、クラウトミラクルだってマジ？マジっすか？なんかパワー足りない。もっとダークな。ああ、いいよ。
そのえげつない感じ。うん。ああ、統一感出しちゃいけないんだよな、難しいな。黒か、黒が一番怖いかな。どうなんだ、もしかしてこのミラクルが、ミラクルじゃない、クラウンがダメなの、それともミラクルが浮かんの。ね、そうだよ、なんかノーブル、ノーブル、あ、色が変わんないのか。あれね、いや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 シンプルな方が顔怖い、確かに。あんまりごちゃっとしてない方がいいのかな。これだと、なんか逆に完成されてる感が出ちゃうのかもしれない。白い部分が、あー、そこはね、消せないんだよな。カジノのバニー、カジノのバニー、いや、カジノのバニーはちょっとなんか違うんじゃないですか。難しいね。悲しい、うまくいかないな。そこまでスラってしてほしくないんだよな。正直。あ、可愛くなった。可愛い顔。首が見えちゃうかな。なるほど、むずいな。やっぱキャラメイクっていうのはね、一日にしてならずみたいな。なんで微妙に統一感出ちゃうかな。極中どこだろうな。下はこれで、上を超ごつめの、上をごつめにするとかどうだろうかとかどうだろうか。なんかさっきこんな感じだったもん。
が違うんだよな。多分色を変えたら上も下も合っちゃうんだよね、多分ね。そういうことだと思いますよ。刃上。ふむ。ね、倒せそうになってきちゃったよね。そう、最初に見たときはね、こんな感じだったもん。こう。なんで倒せそうなんだろう。そう、肩はね、出っ張ってた方がいいんだよね。むずい。なんて難しいんだ。これほどまでに難しいと。胴体の色のせい。確かに、カマいらない方がいいかも。カマは、いらないし。組み合わせ的にありえない色に。違うんだよな。黒が多すぎるとまとまっちゃう。上が弾けた方がいいかじゃん。上が細いんだよね、下がね。上が弾けた方がいいってことか。最初のは聖騎士の下かなんかかなぁ。うわ、メモっとけばよかった。まさかこんな展開になるなんて。下が鎧の方がいいかな。あ、テカリが。下が鎧の方が。本当だよ、タイムシフト。でもあれもね、パッと見の怖さだったけど、じっくり見たら、なんか若干穴があった感じがあるから、うわぁ。もっともみ、もっともみをくれ。もっとだ。ちょっともみ欲しいなぁ。ボロ切れか。もうちょっと使い古したかも。そうそう、私たちちょっとカボチャに見慣れてきちゃってるから、うわ怖っていうインパクトがだいぶなくなってきてるじゃん。そこも考慮しなきゃいけないからさ。
それだな。そうそう、やっぱファーストインパクトが、でかかった感じは、ちょっとありますよなぁ。慣れて怖い、そうね。じゃあ明日は鎧じゃなくていいんだな。違うんだよな、そういう統一感じゃないんだよな。いっそのことをシャッフルしまくってその上にかぼちゃかぶせてみるとかどう？もうなんかシャッフルしまくってその上にかぼちゃをかぶせてみるってどうかな？ねえ、みんなもちょっと今ねやってくれてる方がちょっといらっしゃったみたいなんですけど、ねえこんな時間に立ち見の方までねえ申し訳ないんですけど、ちょっとそれで一回やってみようか。ゲっていうやつにかぶせよ。一個一個かぶしていこうか。怖いからね、何があるかわかんないから。伸ばしたらね、もう危ないから、ね。パラディンチェインが、パラディンチェインが、パラディンチェインが、でしょ。いや、肌見えたらアウトじゃない？かぶせますけどね、一応。まあ、でもシャッフルの方がちょっと怖いんだよな。なんでだろう。このアンバランス感がちょっとやっぱ恐怖があるのかな。わはどうなんかな、わは。わはどうかな。ぶり物系はこれかな。怖いけどちょっとなんか違うな。いや絶対違うもんな。一部固定であとシャッフル。ああ確かに便利ですな。お、なんか可能性感じる。これ上はウエスタンブラウスでさ、体下をさなんか鎧とかにしたらダメ？洗練されすぎてる。悲しい。ちゃうしな、肌が見えてたら。色が統一感があったらね、違うんだよね。肌が見えてたら、違うんだよな。ちょっと出すぎな感じ。あー、でも足それはなんかありかな。肌が見えちゃうと違うんだよ。あ、いや、いいかもしんない。いいかもしんない。ちょっと待って。あー。
ちょっと違うね。何がダメなんだろうかな。私、足はいいと思うんだ。足はいいと思うんだよ。やっぱりこのレンジャーコートが怖いかも。なんだろう、なんかこのレンジャーコートこれに合わせるとすごい怖く見える。怖く見えるか。統一感出てきたな。何色も使ってくれると統一感がどうしても出ちゃうんだよな。元の色は？そう、カマじゃなくてもいいのか。あんまりかっこいいやつだとダメだ。カウとパンプキンがそもそも似合ってる。なるほど。ただの斧の方が怖い。シンプルな方が怖そう。合ってないものを選ぶって難しいの。あ、こんな感じかな。斧はね、私これでいいと思う。でもやっぱいかんせんね、服の方がね、違う気がすんな。ちょっと服を変えようか、じゃあ。もう一回シャッフルにかけよう。あー。肌が見えたら違う。パラディンチェインはちょっと、パラディンチェインは難しいんだよな。被せらんないからさ。何かお題があっての、最強のカボチャヘッドを作ろうっていうね。ただ、本当にそれだけなんですけど、非常に苦戦しておりまして、
もうすごい長いこと時間が経ってるんですよ。うわ、あと30分で終わらしたいな。でも一応延長しとこう。いや、ほんとね。まあ、みんなが眠くなった後 TS でね、なんかもう結局、いや、これね、降参する可能性あるよ、私。難しい、ほんとに。結構むずい。うわぁ。うわぁ。うん。いや、どうしようかな。上はローブとかの方がいい。魔術師っぽい方がいいってこと？